リーダー部、応援のために体力と精神力を鍛えます。大倉スキー場駐車場では厳しい練習が行われました。特に 1,2 年生はこの合宿で強い体力と精神力を身につけていきます。3年生、下級生のサポートをします。1年生はこの合宿を乗り越えると部員として認められるのです。自分に勝ち、挑戦することを目標に練習に臨みました。声も出なくなるほど練習に励みました。自分たちでこれは破れねえか。見てみろよ、最後これ。やれよ、最後最後ケース内で見考えろ、ケース内で見考えろ。全然待って、一人やるんだろ、一人やで、サワーシャイエーイ。負けたな、お前な。会長、これも大丈夫？出てこ、出てこ。きつい時はもうどんな感じ？楽しいと思います。目標とか何かありますかね？今きつそうですけど。目標ですか？まずこれ乗り切ることですかね。乗り切れそうですか？まあ、気合です。どんな感じで参加してますか？サクですか？サクって言ったらおかしいよね。全部、気合です。気合です。もう全部気合です。2年続けて入ってるってことでしょ？はい。入った理由って何だったんですか？私はその家族に応援団の者がおりまして、その影響で入らせていただきました。大変さも正直なところ感じるのですが、先輩方の私は今魅力、人間的な魅力を感じて続けております。3年前は1年生で参加した古谷さん、応援団副団長、そしてリーダー部の部長として下級生を指導し見守ります。正真正銘の気合見せてみろよ。おめえらの妬みはそんなもんか、俺に対する。恨みはこんなもんか、この程度か、おめえら。全部ぶつけろここで。決まっていいのか。いや強くなりに来たんだろうな。強くなりに来たやつが俺の前で弱いんですよ、どうする。残念だよ。厳しい中にも部員を指導し育てる優しさも見えました。
そうですね、まあ、メニューというのは、まあ、それは数えきれないほどあるんですけれども、まあ、人のいろんなメニューの中でこう一つの信念としてまずはこう自分自身の限界を超えるっていうところだったり、その選手を応援する部活なので、まずは自分自身のことをしっかり鼓舞した上でしっかり周りのものを巻き込んで応援できるっていう、そういう強い心、逆境に対しても、そういう強い心を持つっていうところを、全てのメニューの軸として、練習をさせていただいております。今年は実るというテーマで、活動しておりまして、そのやっぱ一本の木になる実が、それぞれ、その実自体は一つの実として見られるわけで、その応援団という、大きな木の中で、実っている実一つ一つがこう輝いて、かつ、こう時を経ていくことに、実って成長することができるような、団員になるという、モットーで今年は活動しておりますので、まずはその自己成長という面での実る、それから一応応援団員としてその木の中になっている一つの実として、常に見られている、だからこそこう緊張感を持って強い心を持つという、まあ、そういったところを信念として、まあ、モットーとして指針として、掲げて活動しております。合宿8日、合宿終盤、この日は肩の練習です。横浜から先輩も訪れていました。2日目には町のホールで発表を行い、成果を披露しました。
がどんなに負けそうな時でも、選手の方々が諦めそうになった時でも、最後の最後まで勝利を目指して全力で応援するということを、心がけております。そのため普段から、辛い時でも、逆境に負けそうな時でも、全力で頑張るということを、普段から心がけております。応援団の皆さん、最後に南会津町へエールを送りました。